エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今なにです。今日もご覧いただきありがとうございます。日テレ日曜夜10時半放送、ブラッシュアップライフ6話の感想です。6話も変わらず最高でしたね。 TVer お気に入り数ランキング 101.2 万人と100万超えで1位の風格。これは2月13日月曜日お昼12時の情報です。1位がブラッシュアップライフ、2位が100万回言えばよかった、3位が夕暮れに手をつなぐということで、順位は変わらずですね。あと業務連絡なんですけれども、エンドロールにココリコ田中直樹さんが見つからないので、発見した方はぜひ教えてください。それでは今日もブラッシュアップライフが堪能できることに感謝しつつ、冒頭は番手の話。私もね、この順番ものすごくチェックするし、まあ、映画でもドラマでもですね、あと舞台でもですね、特別出演とか友情出演っていうのがね、まあ本当にかつてから気になっていたので、なるほどやっぱりそうなのかっていうね、いやすごい面白かったですね。番手とはポスターやエンドロールに載せるキャストの順番のことということで、さまざまなしがらみと忖度、芸歴順じゃないっていうね、まあ出番の量とか、まあ勢いがあるとか、事務所のプレッシャーがあるとか、まああとは人気とかですよね。で、セリフでもありますけど、他で主演してるとか、そういうことですよね。あと多分 NHK の朝ドラとか大河とかに出てるとかっていうのも大きいんじゃないかなっていう気するんですけどね。まあ特別出演とか本当謎でしたし、まあ友情出演、確かにね、セリフでもあったように誰の友達って思ってたって言いますけどね、本当そうですよね。いやちょっとすっきりしましたね。で大物の方はね、この人はトメって言ってましたけどね、ラスボス感ということで、まあ紅白のね鳥居とかもそうですよね。まあ順番って難しいですよね。いやこれ本当大変な仕事だなと思いましたよね。下手したら文句来そうですもんね。あとね、あの披露宴の席決めって言ってましたけどね、まあ最近ではね、まあ披露宴やる結婚式っていうのもなかなかないですけどね。あとですね、あのうちの旦那さんの実家が関西の田舎の方なんですけど、なんかあの親戚のおばさんが、そのおばさんの友達かなんかのお葬式の時に、私今回お焼香止めやって緊張するわって言ってたのがすごい思い出したんですけど、お焼香の止めっていうのがある地域だったんですよね。でなんか任命された人は、あのお焼香する前にお焼香止めってでっかい声で言わなきゃいけないらしくて、まあ、ちょっとねそのしきたり聞いたことなかったんですけどね、すごいその話を思い出したわけなんですけどね。まあそういうのありますよね。なんかこう忖度とかね、この人立てなきゃみたいなね。そしてここで、ゴンちゃんの結婚が発覚。なんかおめでとう、なんかありがとうって言ってね、このインド料理をねおごるわっていう流れになってましたけどね。ここまででね、番手の話とかでね、ほんと5分も使ってるんですよね。いやほんとね、とにかくこの2人の会話もねリアルすぎましたよね。この間とかテンポとかね、まあ、ほんとドラマの枠超えてますよね。ということでちょっと気になって、今回のブラッシュアップライフ6話の、リアルエンドロールをチェックしたんですけれども、あー木南さんよりカホさんの方が先なのねとか、まあラストがバカリズムねとかね、受付係で出て脚本でもう一回出て2回連続ね出てきたんですけど、でここで気がついたんですけどね、あの冒頭でも私言ったんですけど、ココリコの田中直樹さんがいなくないですか。これね、お母さん役の中島さんは出てるのに、これ忘れたとかありますかね。ね、私ねちょっと本当に気になってね3回ぐらい見たんですけど、まあとはいえね、私の見落としもあるかもしれないので、これ発見した方がいたらぜひコメント欄で教えてください。6話確かに出てましたもんね、最後の方で。そしてたまたま東京に来ていたという体の売り込みの福ちゃんからの、電話があって会う流れに、まあ、福ちゃんの人生は予定通りの展開になっている模様ですが、まあ、ここでね後に波紋を呼ぶ CD をもらいます。そういえば近藤って今何かドラマやってんだっけって白々しいですよね。でこのね語り口調がねすごくいいんですよね。なんだろう、まだこう売れてない人のリアルというか、自信がないのに根拠ない自信がみなぎってる感じ、
もし何かあったらいつでも連絡してって、何もない絶対にってね言ってますけどね、これね運持ってる人ってうまくいっちゃうんですよね。いや本当ここ福ちゃんの演技がすごく冴えたいい場面でしたね。そしてとりあえずこの3人が集うだけでもうめっちゃ面白いっていうね、このねお菓子の食べ方とか飲み物の飲み方がこのミーポンとナッチ完全にシンクロしてるんですよね。ちょっと見てみてください。でお菓子は定番の、まあ、ハッピーターン、食べっ子動物、チョコパイとかね、じゃがりこなどなど、まあ浅見信頼の間違いのないラインナップですよね。しかもこれね予告見てから2回目見ると切ないんですよね。いやしかしドラマ史上ここまで自然でリアルな女子の会話って見たことないんですけどね。ほんとね全部アドリブなんじゃないかって思うんですけど、これはほぼアドリブはないらしいですよね。もうほんとバカリズムさんもすごいし、このドラマの出演者もすごいですよね。幼馴染がプロデューサーってこんなチャンスないもんね。アーチンの力で出ようとしてるの甘いよっていうね、もうディスり大会がすごいわけなんですけどね。でそこから、粉雪の訂正からの CD 視聴からのナッチミーポンの猛烈なディスりがあるんですけどね。成人式の時ねあんなに絶賛してたのにね。そしてゴンちゃんの話もかすんじゃうほどインパクトが強すぎた福ちゃんネタ、まあこれ本当ねセリフでもありますけど順番間違えてましたよね。そして妙な雰囲気になったのでアサミがもう一回 CD かけようかって言ったところでやめて二度とかけないでっていうね、ここもね最高でしたね。6話で一番笑いましたねここ。そしてめでたくプロデューサーとしての初仕事ブラッシュアップライフがいよいよクランクイン。しかしこれ超絶ダサいポスターですよね。まあこれね本当残念ながら私も見ないかもですね、こういうドラマあったら。いや見るけども感想動画は出さないかなっていうねくらいの。そしてプロデューサーやるときは主演は薄田さんでっていうのは、まあ私でさえ覚えてますけど薄田さんは覚えてないご様子、この覚えてない演技が素晴らしかったですね。そして、このブラッシュアップライフ内のブラッシュアップライフの映像は完全に大病院選挙風味、もう原型とどめてないですよね本当ね。麻美が言うように一周目殺されたから準備しておいたのってね、殺されなかった麻美、まあ射殺だとこういうのができるんですよね。なのでまあね次は医者っていうことなんですけど、その次はね刑事になってこれやってほしいですよね。いや本当むしろこれ伏線じゃないのっていう風になってほしいですよね。私はねこの世をブラッシュアップする2周目の女っていう決め台詞もまたいい感じにダサいですね。で撮影は順調だけど原型とどめていないと何度も言う麻美、いやそりゃ言いたくなりますよね。まあでもねここでも一切文句言わないのもね、まあ忖度というか、まあ麻美の賢いところですよね、世渡りというかね。そしてまたまた出てきた前野智也さん、2週目のね麻美の死の原因になっていた方なんですけどね。まあ前野さんはリバーサルオーケストラでもねすごく団員としてねいい味を出していますよね。そして北海道にいる前野さんの飛行機が欠航ということで、このね電話対応をする麻美もね異様にリアルですよね。ほんと業界の人の電話の内容っていう感じのね会話をしてるし、そしてここでまたもや壮大なサスペンス系の BGM がかかるっていうのがねまあ本当に面白いんですけど、そしてその前野さんの吹き替え要員のエキスタルを探すと、なるほどここでか、ここで福ちゃんかっていうね、福ちゃん持ってますよね。やっぱり根拠のない自信ほど強いものはないってやつですよね。まあ役者として出るんだとね思ってて、まあ先週も私、感想動画でそういうふうに言ってしまったんですけどね、まあそう思っていたら、まあ吹き替えかっていうね、そうきたかって。でこのサングラスといい、このルーズなヘアといい、もうかなりなりきってますよね。麻美にとってはね、まあ完全に救世主ですからね、もう借り作っちゃいましたよね。これもしかして3週目のせいで福ちゃんがスターになっちゃうんじゃないかなっていうのもありっちゃありですよね。この福ちゃんのぎこちないけどもワクワクしてる感じもリアルですよね、この写真撮られてるとことかね。で撮影も無事にこなしちゃうんですよね。そして油断をするとすぐに売り込みを始める福ちゃん、こういう推しの強さが大事なんですよね。まあ救世主なので見て見ぬふりをする麻美、まあね今回はね仕方ないですよね。
そして福ちゃんちゃっかり SNS で発信しちゃってますよね。友情出演しますって書いてありますけどね、この友情出演の使い方も完全に間違ってますよね。まあでもフォロワー少ないから大丈夫そうですね。まあ浅見を目をつぶってくれた様子ですね。本当はこういうのってね、ドラマ側から OK 出ないと勝手にねアップしちゃダメなやつですもんね。そしてこの初プロデュース作品を3人で見ようとする場面、まあね、ミーポンナッチお菓子も持ってますよね。まあドラマクラブもやってましたしね、これは相当に3人にとっても感慨深いやつですよね。で仕事を終えた浅見は道路で予告を見ているんですよね。そしてその予告の中で、おい3週目もあんのかっていうねセリフで、惹かれてしまう浅見、ってなりましたよね。ここね、ここはちょっと不意打ちでしたね。予想できなかったですよね。このまあまたね、交通事故あるとは思ったんですけど、ここかっていうね、ほんとせめて見せてくれみたいなありましたよね。でなんで29歳で亡くなったのに、記念すべき初プロデュースドラマのオンエア直前に亡くなったのに、3人と楽しい時間をね過ごす直前に亡くなったのに、なんでこんなに面白いんだろうかっていうね。これね、人の死ということでね、しかもこんな若いね29歳の方の死でね、ちょっと笑っていいんだろうかと思ってしまうんですけどね。でも不謹慎だかなんだかわかんないんですけど、ちょっとほんと吹き出してしまったんですよね。これちょっと倫理観バグりますよね。不思議なドラマですよね。で1回目は茶色い洋服、2回目は白、そして業界人の3回目は黒ずくめ、そしてちょっとなんとなくこう垢抜けてる感もありますよね。で猛ダッシュで受付係の元へ。まあ、前回まではね33歳で亡くなったのに、まあ、今回は29歳ということで、もう盛大にクレームを言う浅見、アナログに資料を調べる受付係、これね浅見完全に、ね、怒ってますけどね。そしてあくまでも確率の話だということで収めようとする受付係ですが、ここにはテレビはないのかと、まあ、とにかく初プロデュースをちょっとでも見たいということでね、交渉するこの不毛なやり取りが本当にまたね面白いんですけどね。そしてもう完全にテレビもないし見れないのに、何度も質問してあげるバカリズム、まあ、最終的にはね見れないですねってこうバッサリ行くんですけどね、バッサリ行くなとおっしゃったんでっていうことでね、なんかこう質問してあげるっていうね、この会話劇の見応えもすごいですよね。そしてこんなに頑張ったのにウニっていうね、でこれ食材としての写真ですよね、死んでんじゃないですかこれっていやこれ一応生きたままの新鮮なウニですねってね、今いずれにしてもね食材ってことなんですけどね、いやーウニかーっていうね、オオアリクイからのサバからのウニですもんね。まあ、ちょっと単価は上がってる気はしますけどね、まあ、紫ウニっていうことでね、まあ、バフンウニではないのかっていうね。そして乳幼児期の厳しさを知っている浅見は、これ途中からは無理ですよねと一応聞くと、また間髪入れずにできないですねっていう風にねバッサリやられちゃうんですよね、受付係に。そして4週目の人生を歩み続ける浅見、公園の秩序は公共のもんだから窃盗もしくは器物損壊罪になるんだよ、次から控えようねとか、おもちゃを独占する子にそろそろ我慢することを練習していこうね、このおもちゃを返してあげることが成長の第一歩だと思って踏み出してみようよとかね、もう見た目は子供、中身は弁護士か教師かっていうちびあさみ。ここでね、今回はセーラームーンのミラクルロマンスが関わるわけなんですけどね、BGM がセリフに合わせて絶妙にブレイクするところも素晴らしいですね。もうね全てがさすがって感じなんですよね。そしてツツジを加えるポーっとした感じのレナちゃんのレナちゃん感もすごいですよね。黒木春さん感というかね、まあともかく子役たちが恐ろしくうまいですね、みんなね。まあこのちびあさみちゃんはもう天才ですよね。よくぞこんなね難しいセリフをっていうね、大人が子供のセリフを言うっていうのは見たことある気がするんだけど、リアル子役がこんなね難しい大人の言葉を言うドラマってちょっと初めて見た気もしますね。いやーさすがですねこの子ね。先生の不倫阻止作戦は
1回目2回目と変更して直談判作戦。この交渉術がまた素晴らしいですよね、ちびあさみ。いや本当素晴らしすぎますね。より効率化し、ドラマで培った不倫知識をフル活用してね、知恵を働かせるバージョンの4回目。4回目は予告によると医者になるようですけど、まあ、弁護士、いや検事もできそうですよね。まあこうなったらもういろんな職業を本当見てみたいですよね。そして寸暇を惜しんで勉強する4週目のあさみちゃん、もちろん代償もあるわけで、今まで当たり前だったミーポンとナッチとも距離ができてしまった、友達関係が全てと言っても過言ではない小学校時代に、これは厳しいっていうね、辛いですよね。まあ後から考えると取るに足らないことなんですけれども、まあ、この時は本当にこの世の全て感ありますもんね。類ともというか、まあ、基本は同じレベル同士でしか仲間になれない狭い世界の法則でありますもんね。そしてシール交換するナッチ、ミーポンに無理やり入れてもらうアサミ、このね、入れてもらえた時の泣きそうな演技をする小学生のアサミちゃんも、これまたうまいですよね。で、2人が選んだのは、私がもらったのとは全く釣り合いが取れない普通のシールってことでね、交渉が醍醐味のシール交換なのに、接待交換されてしまった。うー、これは切ないって言ってるけどね、いやほんと切ないですよね。まあちょっと頭のいい子っていうことでね、まあ一目置かれるのもあるんだろうし、まあ距離っていうか壁感じちゃいますよね。帰りもアサミの頭の良さを絶賛するミーポンとナッチ。いやしかしミーポンとナッチも大人の2人と同じ雰囲気なのが、これすごいですよね。まあセリフのこう言い方とかも、やっぱりこのミーポンとナッチだっていうのがね、随所に感じられるんですよね。しかしこの地方住宅街のこの何もなかった土地を開発して擁壁を作りまくってる感、このね場所がね、ほんとさらにノスタルジック感があってね、ロケ地選びもこのドラマ素晴らしいですよね。そして5時のチャイム、一人ぼっちのアサミと重なって、これがね切ない場面でしたね。いやこれ、ここまでのブラッシュアップライフ史上一番切ない場面だったかも。まあ何かを得たら何かを失うんだねっていうね。そして7話予告、ここでようやく水川あさみさんですか。もうこれは宇野まりちゃんで決定でいいですよね。成人式の席は宇野まりちゃんの隣、4週目の成績は宇野まりちゃん超えの1位ということなので、同じく頭のいいパイロットになったまりちゃんと友達なんですよね。まあ、るいともね、これね、3週目もパイロットだったかどうかっていうのはね、わからないわけなんですけど。そしてこの2人の場面で、前から聞きたかったんだけど人生何週目っていうふうに言ってるってことは、やっぱり宇野まりちゃんも輪廻仲間っていうことで間違いなさそうですよね。アサミ、宇野まりちゃんとミーポンナッチの4人でドライブをしている画像もあったけれども、やっぱりナッチとミーポンがいないとアサミの人生じゃないですよね。まあ4週目は勉強もやりまくって医者になって貢献するんだろうけれども、やっぱり最後は元の人生が良かったって言って、まあ1回目をやるオチなんじゃないだろうかとさえ思える展開ね、ちょっとありましたよね、感じました。市役所ね。で、三浦透子さんがまたラストにしっかり目に出るっていうね、オチなんじゃないかっていうのもちょっとね、かすめましたけれども、まあ、ミーポンナッチと離れて初めてそれを実感しますよね。アサミも視聴者の私たちも。私は友情ってそんなに重要じゃないと思ってた派なんですけれども、まあ、アサミにとっては何よりミーポンナッチが大事だなと、心底思わされた6話でした。いや、しかしもう7話なのかっていうね、早いですよね。もうずっとアサミの人生を繰り返し見続けていたい気持ちしかないんですけれども。ということで、ブラッシュアップライフ6話の感想でした。ご覧になった皆さんの感想考察もお聞かせください。そしてエンドロールにココリコ田中直樹さんを探せた方は教えてくださいね。気になって夜も眠れません。嘘です。他にもドラマ感想動画など出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてシニアチャンネルの方では、健康やお金、暮らし方など、少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方は遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。